さあ今週も始まりましたザヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そして今週はリポーターの奈美ちゃんに来てもらいました。はい、吉岡奈美です。よろしくお願いします。お願いします。本当にね、どこへ行きましょう今回は。はい、はい、今回は番組で久々の登場の仙道隆さんと三重県の管理釣り場でエリアトラウトに挑戦してきました。まあ、エリアトラウト、つまりあの管理釣り場ですからね、この時は釣り物が少ないから、ちょうどこの管理釣り場は絶好のポジションのいいところですからね。そうです、もうとにかく魚がたくさんいるので、はい、まあ、自分の腕次第って感じですね。じゃあ行きましょうか。それでは、はい、はい、VTR どうぞ。いや今日もいい天気ですね。さあ今回は管理釣り場でトラウトを釣るために三重県にやってきました。ご一緒していただくのは仙道隆さんです。初めてお会いするのでもう本当に楽しみです。では行きましょう。あちらの方ですね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ここに来るの初めてなんですけど、この管理釣り場っていうのはどういう場所なんですか？うん、釣り堀っていうとすごいイージーなイメージがあるじゃないですか。ありますね。まあ、確かにイージーなんだけども、ちょっとコツをつかまないと釣れなかったりもするし、逆にそのコツをつかめばめちゃめちゃ釣れたりもするし、はい、っていうのと、あとはその釣り初心者です。初心者ですね、ほぼほぼですよね。だとしたら、はい、その釣りの基本をマスターする、特にルアーフィッシングの基本をマスターするのにもう最適な場所だと思うので、すべ、はい、ての釣りに生きてくる、もうベースが作れるような、そんな感じ。だから私にもぴったりの場所ってことですか？もうむしろぴったりですね。あ、こんな感じなんですね。そうなんです。とおしゃれな感じですね。おしゃれな感じ、ウッドデッキで、はい、なんですけど、はい、ここともう一個下にも池があるんですよ。はい、そこの池に最初行こうかなと思います。はい、わかりました。なかなかね、綺麗なところですね。これログハウスもあったりなんかして。そうなんですよ、あのカフェとか売店もあるので、まあ、食事をしたり、まあ、釣り具を補充したりもできます。なるほどね。まあ、最初はこちらの池からスタートするということですね。はい、まあ、比較的浅めの池なので数釣りがメインの池になってます。エリアトラウト初じゃないですか。初です。もうだから全然わからない、何使ったらいいかとか。エリアトラウトっていうとやっぱりこのスプーンが、はい、結構主軸というか、はい、イメージする人が多いと思うんです。よく言いますね。ですよね、はい、なんですけど魚がやる気満々な時はいいんですけど、はい、例えば平日とかで放流も入ってないような時だとちょっと難しかったりもするんです。なので、はい、様子見でまずスプーン最初投げますけど、はい、ダメだったらすぐこっちのプラグに切り替えます。はい、多分慣れてないと軽めって言っても難しいと思うので、なんか飛ばすしなさそうなイメージです。うん、あとね、軽めのものはやっぱすぐ浮いてきちゃうから、はい、ゆっくりゆっくり引かなきゃいけなくて、あ、ちょっと難しいんですよ。いいそうですね、はい、なのでちょっとだけ重め、1.5g ぐらい、はい、1.5g ぐらいから、はい、ストンって投げちゃっていいんですけど、はい、一回、はい、見本見せますか？お願いします。最初はね、そこまで沈めなくてもいいんで、はい、すぐ巻き始めてもいいです。ゆっくり、このくらいの巻きスピードです。この今ぐらいのウェイトだとこのくらい、はい、あんまり速くない方がいいです。結構繊細ですね。繊細です。じゃあちょっと早速私もやってみる。はい、やってみます。本当？じゃあ見とくよ。お願いします。はい、これ速いですか？いや、ちょっと遅すぎる。遅いですか？こう同じ速さで巻き続けるのが、同じ速さで巻いてください。カクカクしてる。これがダメですね。うわ、これは思ったより難しいです。大丈夫大丈夫、とにかく止めない。はい、止めないです。同じスピード。でカクカクしないんですよね。カクカクしな い、止めない。ほら、来た。あ、来た。あ、合わせない。そのまま巻いてください。わかりました。そのまま巻いてください。はい、特に他の釣りをやっててよくありがちなのが、はい、こういうやつ、ちょっと見てくださいね。見ます。はい、投げます。で、巻きます。で、当たった。はい、当たった。こういうの NG です。こういうの NG です。わかりました。で、当たった、はい、当たった。で、止めちゃう。あ、当たった。で、止めちゃう、はい、これも NG です。あ、当たったらこのまま巻いてたら勝手にギューンって重くなるんで、はい、重くなったら
竿を下げてギューって巻いてみようか。わかりました。合わせるんじゃなくて下ってことです、ね。はい、これが合わせです。全然違いますね、はい、バスと。そろそろ食うよ、はい、ドキドキ。ここで食べるよ。残念。あ、もう一回やってみようか、はい、すごい、なんかもうめっちゃ神経が、うん、大丈夫、研ぎ澄まされるやつ。あ、いいね、なんか跳ねました。 OK、 はい、すぐ巻く。はい、起きた。でも合わせ、いや、合わせなくていい、今のは。重くなってからでいい。触っただけじゃダメですか。ダメです、それ。あ、いや、合わせるんだけど、ゆくゆくはね。今のレベルではそれをやんなくていい。はい、わかりました。であと多分結構きちんとできてると思うんですけど、はい、あの竿をね、はい、まあ、今もうあんま握ってないと思うんだけど、はい、極論我々はこうもう本当に握らないの。握らない、どこで。これなんだけど、はい、手の大きさは人によって違うから、はい、ここでやる人もいる。あ、はい、何が言いたいかっていうと、ギュッと握るなと。キュッと握ったらもう当たりが出ない。あ、 なんでですか。なんでなんですかね。 なんでとか聞かない。あのつべこべ言わずに、言わず、とりあえずちょっとマシになりますね。言うこと聞きたまえ。キュッと握るとここを回すときにこっちの手も回っちゃうのよ、力が入って。あ、ちょっと連動しちゃう感じです、うん、なんでこれこうやって極論こうやって乗せたままだと、はい、こっちは動かないんだね。動くと感度も変わればルアー自体の動きもちょっと悪くなってきやすいので、はい、今度はルアーをちょっと深いところを引いてみたいと思うので、はい、ルアーが水面ついたら 5を数えます、はい、あ、3にしようかな、3でいいか、はい、もっと深めの魚を狙うってことですか。今ね、ちょっと深め、最終よりもちょっと深めなんですけど、はい、もうこれで今とりあえず何もないので、はい、なので次一回そこまで沈めてみます、はい、でそこまでついたら、はい、その底付近を巻いてくる。でもこれがね、はい、初心者の人だとゆっくり巻きすぎるとそこずるずる引いちゃうし、はい、スピードが速くなっちゃうとせっかくそこまで落としたけど上の方にルアーが上がってきて、はい、そこを引けてないことになっちゃって、はい、そこがやっぱり難しいんです。すごい。なんでそういう時に、はい、あのプラグとかに切り替えていくといいんで、はい、まあでもまあまあとりあえずスプーンで一匹は釣ろうよ。そうですよね、私も釣りたいです。頑張れ。頑張ります。本当に。とりあえず表面でやってみる。とりあえず表面でいいですか。とりあえず表面でもいいよ。わかりました。お、来た。おっしゃ、よし、巻いて巻いて。これでやってますか。そのまま、はい、そのままずっと巻き続けてください。はい、あー、重みを感じますね。巻き続けてよ。止めないよ。はい、止めない。絶対止めない。絶対止めないです。ふいふい、せーの。おりゃー、釣れたね。やったぜ。ありがとうございます。やったぜ、おい。いや、嬉しいです。まさかスプーンで釣れるなんて。早々にプラグに移行しようと思ったんですけど、もうちょっとスプーンで釣ってみようか。やりたいですね。やってみよう。やっていいですか。うん、はい、はい、はい、ありがとうね。ありがとうね。これやったじゃない。これはロボットの回がありましたね。まずは一匹釣れて本当に良かった、はい、ホッとホッとね、ホッとホッとしたんですけど、はい、やっぱりもうマシンの状態だったんで、はい、まあ自分の意思とはねちょっとまだ遠いところにいるかなって感じですね。やっぱりバスするとだいぶ違うということですね、はい、全然違ってましたね。どのように、もうこの合わせを思いっきりできないっていうのがちょっと私違うなって思いました。まあ、あの一定のスピードで巻いたり、これはバスもありますけど、あとはきっちり合わせができないということで、そうですね、まあ、静かにフッっていう、これを覚えておくと、まあ、釣るの幅が広がるんでね。そうですね、いろんな魚種に合わせてその釣り方を覚えていくっていうのは、はい、あなたがどんどん成長していくということで、はい、僕嬉しいです。なんかもう立って先生のごとくやってください。いやいや、いいんですよ。一回釣れたら、はい、その感じを思い出しながら、はい、同じことやってみる。はい、巻きスピードに微妙にムラがあるね。ここが、ここですね、ここが早い、そこがゆっくりで、ここが早いんですよね。こっち、うん、そうそう、ゆっくり、ギュン、ゆっくり、ギュンになってるってことですか。それ、
大 NG です、ね、大 NG いやそれが釣れる時もあるんだけど、はい、まず基本としてはできるだけ一定に、はい、ちょっと次は、はい、投げたら、ちょっと差を上げて引いてみるといいです。なんでですか？はい、これが竿の角度を釣れちゃった。あ、ごめんね、ごめんね。やっぱり角度変えた瞬間に角度変えて、おー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 というなぜ、はい、なぜ、はい、竿をちょっと立てたら釣れるか、はいはい、魚が今比較的上の方で反応があるんです。で今最初ね、はい、こうやって水平気味で引いてました、はい、でこれ竿の角度、はい、こうやって下げるとルアーが下に下がっていきたがる。で竿の角度を上げてあげると、はいはい、上に上がっていこうとしてくれる、はい、上に上がっていこうとしてくれるってことは、はい、一定層を引こうと思ったら、はい、今よりもゆっくり引けるわけですよ。あー、なるほど。これで1の速度で巻いてたとしたら、はい、こうやったら1の速度で巻いたらこう上がってきちゃう、はい、だから 0.9 の速度にして一定に引いてこれるんですよ。であとは差を下げて巻くと、はい、スプーンって、こんな感じで動くんです。こんな感じで、はい、スプーン自体がこの水平というか、はい、これが竿の角度をつけてあげるとこうやって、はい、立ちながら泳いでくるんですよ。あ、はい、でそうするとスローに引きやすいし、はい、ピラ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 するんで、はい、魚を騙しやすいというか、はい、なんかそういうのもあったりして。あ、いや、エバーグリーンさんといえば、うん、バスだったり、はい、ソルトの商品たくさん出されてると思うんですけど、はい、トラウトも出されるんですよね。そうなんですよね、はい、今回アルチザンっていう新しいブランドでトラウトの、ね、はい、ブランドが立ち上がって、その第1弾で、はい、まずはこのエリアトラウトのロット4本、はい、4機種出るんです、はいはい、この朝一でスプーンを使っているこの竿は、はいはい、61L レギュラーファースト、一番このシリーズの基軸になるモデルなんですけど、いわゆる巻いて使う巻きの釣りの大基本ですね、うんうん、魚は見えるんですけどね。魚いっぱい見えるよね。なんかめっちゃ目の前に泳いでますね。めっちゃ見えますよね。でそういう時はちょっと沈めてみる。ああ止めるなんて。そうですよね、もうほんまに止まったぞ、巻きが止まったの見た、見逃しませんでしたよ私は。あ、なんかドキッとしちゃうんですよね。もう私も 2,3 年そんな感じでした。多分これでも早いかもしれない。もっと軽いやつにしなきゃいけないかもしれない。え、私ももっと軽くします。してみる、はい、うわチャレンジャーやるの、おい、まあ、これが限界だと思って 0.7 0.7 あんま初心者の人にはやらせないですけど。おー、うまい。キャストがいいね。なかなか。キャスト。今 0.6 です。いやでも、うん、もう 0.4 とかでもいいかもしれないですね。今使ってるこちらの竿がですね、はい、60ML STF、はい、ソリッドティップのファーストテーパー、キュッと入るソリッドティップなので、はい、そういうじゃれつくようなバイトだったりとか、通常の中ブラのロッドだと取りにくい、はい、弾いちゃうようなバイトも取っていきやすい、うん、なので、まあ、その辺使い分けていける。これ釣れちゃった。おすごい、やっぱり静かに釣りあるから。いやいやいや、そうね。さすがですね。あんまわーわーキャーキャー言うタイプじゃないのよ私。あ、そうなんですね。はい、もうすごい。でもやっぱ手前ですね。すごい。いやいや、釣っといて。水面下20センチぐらいを意識して。はい、意識だけでいいの。意識だけで、意識でいいんですよね。できてるつもり。意識ですよね。わかりました、うん、その感じでいきますね。その感じで、ほら、その感じです。ほら、え、聞きました。もう20センチ。20センチが分かれば。すごい。よいしょっていうね。もうバコボコ釣ってますね。20センチ、20センチ、20センチ。
よし、じゃあ、分かった。おっちゃんの竿貸したろ。本当ですか？これこのまま使え。ありがとうございます。これこのまま使ったらよろしい。そうです、ありがとうございます。ピャ投げて、はい、1、2ぐらい、はい、そこから、はい、よ 0.35、 はい、めっちゃ軽い。本当は 0.25 とかでいいんですけど、竿がちょっと強いんで 0.25 だと合わせ切れするかもしれない。ちょっと遅いかな、もうちょっと気持ち早い、はい、ちょっと浮きすぎたな。20センチじゃないもんな。ああ、ほんまにもう10センチとかね、なってましたね。あ、いいよ、でもいい感じ、いい感じ。チャンスはまだいっぱいあります。チャンスしかない、チャンスしかない、うん、チャンスと伸びしろしかない、はい、ほんと。お、来た来た、ま、はい、巻いて巻いて、はい、あ、なんか、はい、巻く巻く巻く、え、あ、いや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 、いや、お前止めただろ。おい、なんか止めてしまう、ダメだ。もっと巻いて、もっとギャー巻いて、糸絶対切れないし、もっとギャー巻いて。わかりました。じゃあちょっと止めるよりかはまだ巻き続けた方が、うん、いや、まだじゃねえ、止めるよりかはじゃねえ、止めんじゃねえっつってんだ。もう止めんじゃねえっつってんだ。止めんじゃねえっつって、もう巻くんだわ、はい、なかなかあの初心者の人にやってもらうルアーではないんですけど、本人がやってみたいっていうことなんで、はい、ありがとうございます。やってもらっておりますが、じゃこれで1匹釣りたいですね。私結局はまだ1匹ですかね。いやいや、釣れるよ。あー、楽しい楽しいとか言って、私竿を使っちゃってるから、いやいや、いいんだよ全然。俺なんか20分あったらもう終わりよ、はい、俺の仕事なんか。もう収録終わりですか、はい、これあれですね、うん、夢中になってずっとできてしまいますね。いいことですよ。そんなもう時間が、まあ、撮影的に OK ならもう全然いくらでもやってもらって。お、来た、お、来た、おいおい。巻きつけるんですよ。もう巻きつ、あ、こう下にあるんですよ。うんうん、すいません、難しい。そう、釣れろ。お、よし、来た、来た、来たぜ。ゆっくり、いやいやいや、もっと早く巻いていいよ。ビャー巻いていいよ、ビャー巻いていい、もう止めるなよ、止めないよ、止めないです、止めないです、絶対に。はい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 。お、あ、今の原因は何ですか？今の原因、止めたな。あと、うん、あ、バックするならするでいいんです。バックしてくれたらいいんだけ ど、はい、バックするときに止めたな。あー、ワンモアチャンスお願いします。きた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 、はい、巻く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 、冷静に巻く、冷静に巻く、いいよ、冷静に巻く、そのままそのままそのまま、冷静に巻く、冷静に巻く、そのまま冷静に巻く、冷静に巻く、よいしょー、やった、やった、釣れたぜ。やったなー、これ、これは弱くないですか？何度目かな、6度目の正直とかですよね。うん、そうだ。ありがとうございます。して、OK、もう1匹ぐらい釣れんじゃないですか、これ。これいきますね、多分。言うね、ちょっと調子に乗っとんな、ね、よし、やってみようぜ。釣りにはまっていくと、釣れなくても楽しくなります、なってくんのよ、はい、もうなんなら釣れない方が楽しいんじゃないかっていう。そんなことあります？あるね。そこまで行ったらもう本当に、はい、なんていうのかな、超人の域ですよ。超人ですか？超人です。まだまだ魚に戯れたいですね。戯れたい、はい、そうか。やっぱ日陰の方が魚が溜まりやすいんですよ、実は。そうなんですね。だからマスもああやってもうどん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 日陰がちっちゃくなればなるほど、はい、日陰の部分に集結してくるわけですよ。なので、これはこれね、これも冷静に、冷静に竿を下げて、竿を下げて、竿を下げて、巻き続けるのが大事、巻き続けるのが大事。竿握んじゃねえぞ、はい、軽く持つんだろ。あ、これあった、ことはなかった。よっしゃ、オッケー。ありがとうございます。これだわ、行きましたね。なんかちょっとなんか楽勝感出てきた。そんなことない、マジ、そんなことないですよ。だって教えがあってこそですからね。言うね、本当に。あ、お前そう言って、そういうこと言うよ、本当に。行けるときにもやっとくってこと。一番大事なこと、魚を釣る感覚、はい、いや、ほんまそうですよね。そう、で、あとはバラさない感覚、はい、それ大事ですね。
頼むよ。はい。まさか来週まで続くんですか。そうなんです、まあ、船頭さんがたくさん教えていただいているので、本当にもう無理ですね一周じゃ。わかりました、はい、で今回新しいロッドの紹介ということで、はい、まあ、エーバーグリーンから新しくアルチザンというトラウトロッドが登場したということで、そちらを紹介したいと思います、噂で聞いてましたこれですね、はい、はい、まずは最初にスプーンで使った 61L レギュラーファーストです。なるほど、まあ、こちらは巻物全般を扱えるオールラウンドモデルとなってます。いい感じですね、はい、次とこちら、はい、はい、これはマイクロスプーンを使った時の竿なんですけど、はい、60MLST ファーストです。お、まあ、これはソリッドティップなので、この繊細な操作だったり小さなバイトも取っていきやすい竿になってます。なるほど、はい、まあ、その他にも2種類あるので、まあ、合計4種類がリリースということです。感度抜群という感じですね。本当ですね、はいはい、やっぱりこの言いましてもエバーさんですか、エバーグリーンさんですからね、はい、もうソルトとバスで抜群の竿、ね、を作ってありますから楽しみです、うん、本当にすごい楽しみです、はい、持ってるだけ でやっぱどうでした、やってみて、あなたは。いや、やってみて全然バスと違うんで、まあ、やっぱ位置からの状態を、まあ、船頭さんに叩き込んでもらって、もうすっごい勉強になりましたね。だからということは、はい、来週が楽しみやね。そうですね、来週が本当に楽しみです。ヒットポイントはこちらです。さて、奈美ちゃん、今回のポイントは何でしょうか。はい、侮るべからず奥深い管理釣り場の世界です。と言いますと。はい、今回私初めて管理釣り場というところに行ったんですけど、まあ、正直釣り堀やろうって感じで考えてたんですけど、まあ、実際やってみたら、まあ、ルアーの選択だったりリールの巻きスピード、まあ、合わせ方とかも本当に奥深くて、まあ、一人で行ってたら多分終わってましたね。そういうことでしょうね、はい、エリアトラウトというね、このことでトーナメントも行われている世界ですから、非常に繊細でね、面白いと思いますよ、はい、そうなんですよ、また新しい世界に踏み入れてしまっても絶対抜け出せないなっていう感じがします。いいことです。まあ、とにもかくにも本当には管理釣り場はね、お手軽でいいです。いや、楽ですね、もうトイレもあるし、はい、駐車場もあるし、まあ、ご飯も食べれて最高ですね、はい、ということは来週も奈美ちゃんが一生懸命に教えてもらうことですね。あ、そうですね、はい、まあ、引き続き船頭隆さんにエリアトラウトを教えていただきます。エリアトラウト、あれは船頭さん教えるの上手やからね。そうですね、見てる方も僕も勉強になりましたよ、うんうん、本当に非常に教えてくれるんで、はい、まあ、私もちゃんと記憶して帰ろうと思います。記憶ではありません、これからメモ帳を持ってメモしてね言うこと全部記憶しておきなさい。わかりました、ちゃんとしまって帰ります、ね、はい、しまで、さようなら。これはどんな感じで投げて巻くだけ、糸まっすぐにして、はい、で、あ、もう釣れちゃった、うわー、すごい、これはっていう、巻き始めで釣れちゃうぐらい、こんな感じですね、ここら辺で。 OKOK、 それでピョンって持ち上げて、ピョーン、 OK、 よっしゃ、やった色もいい、腕がいいね。腕がいいですね。いや、言ってしもうたわ腕も